はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで2525さんですね。はい、トップステーションになりました。言っちゃって。はい、リーフのデッションですね。こちら一つです。よいしょ。で、中のおまけパックとリテールのボックスは、未開封で。で、デッションの限定、おまけですね。まあ、一応おまけなのかな。いきます。よいしょ。はい。お、これはまた。よいしょ。はい、一応。はい、おまけパック3パックとリテールボックスですね。で、リテールボックスも、まあ、カットシグネチャー出る場合が、はい。たまにあると。いうことで。まあ、一応、お客様から報告あったのだと、3名です。まあ、結構な数、ね、販売したんですけど、3名。まあ、どうなんでしょうね。3、4ケース1ぐらい。で、リテールから出るようなイメージかな。ケース20ですから。はい。ペルーのサガスティさんですかね。あの、アメリカ国外、まあ国連のね、ワペもあるんですけど。ね、アメリカ国外の方のは結構珍しいかなと思います。うん。ウクライナのはこれ特別で作った感じだと思うんですけどね。今回ね。まあいいか。とりあえずこれで置いて。で、まずはフラッグですね。はい。よいしょ。フラッグ、これは100ポイント。よいしょ。うん。探していいですか。ペルー、うん、ですね。はい、うん。おしゃれなお洋服着てますね、これね。ペルーのあれなのかな、清掃なのかな、うん、ペルーの大統領です。はい。現在ちょっと分かりませんけど、当時ですね。で、カットシグネチャーですね。はい。うん。ハッカビーさん。はい。サラ・ハッカビー・サンダースさんですかね。見たことないかな。あまり記憶がないですね。うん。結構人数ね、30人ぐらい名前が書いてある。30人名前書いてあるのかな。はい。あんまり見てない方といえば見てない方かもしれないな。うん。ね、たまに、あ、またいましたね。っていう方は何人かいますけど。はい。サラさんです。うん。はい。で、こっからシリアルですね。これで立てた。よいしょ。シリアルおまけ系、あとスタンプ系ですね。まず、シリアル系は4枚限定ですね。はい。うん、はい。ウィットマーさん。これ4シリですね。パープル。で、お、懐かしいですね。はい。クリントンさんのインダストリーサミットですね。これ2016か7なんですけど。6の方かな。うん。ハワイでね、何回か連続でやったんですね、インダストリーサミット。うん。はい。よいしょ。はい。このスタンプ系ですね。はい。ドクターなんだ。うん。よいしょ。で、グリーンパラレルですね。はい。うん。はい。で、ニックネーム系。よいしょ。ですね。はい。で、ウクライナ系がここにいました。よいしょ。ゼレンスキーさんの、これ、清掃着てるの1番。2番 ?1 番の方だ。はい。うん。1番、2番はもうあれか。ちょっとトレーナーっぽいやつ、着てるやつかな。うん。はい。もう1番ですね。うん。ファーストカード。なのかな?はい。で、最後は、
ロイヤルファミリー系ですね。はい、カミラさん。このベース、初めて見たかなと思います。11番。これも20種類ぐらいっぽそうなんですけど、やっぱ見ないやつ見ないなというところで、何種類かやっぱりありますね。うん。はい。っていう感じで、カットシグネチャー、あと、まあ、スタンプ系と、はい。シリアル4シリ。で、ペルーの大統領ですね。ワールドリーダーズ。これ、ガースさんあったような気がするんですけどね。ワールドリーダーズ。その前の年のやつかな。あったんですよね。はい。うん。やっぱり政治家こう。うん。政治家とかこうね、著名な方。押す。はい。ってわけですね。じゃあ、こちらで、発送待機ということで、まだ待機しておきます。はい。次回ご注文時に発送、もしくはメールで言っていただければ発送しますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。